写真よりたまや。なかなかじゃ。そんなら大将、これとこれでどうですろうか。この指一本どうにかならんかい。まあ三味線も弾ける気に、こんなとこでどうですろうか。そんならな。岩さん待って、もう少しことを分けて聞かせて使わさいますや。私にも合点のいかんことやし。何が？こないだから朝倉の家へ次々と物を運んで、おまさんはもうここへは戻らんつもりで。ほんじゃき言うろうが、朝倉の家は本店で、ここは健太郎に任せた支店じゃ。本店に看板を持っていくがは当然じゃろうが。どうして私がここの2階でこんな風に隠居させられんといかんがです。それはの、お前の体のことを考えての上じゃ。マサ、おう、マサか。はい、まちぎ、連れてきましたき。人の出入りの多い商売にお前みたいな体の弱いもんは務まらんきに、ここでゆっくり養生しよったらええ。お願いします、うん。今は医者通いもやめちょるし、あんまり薬も、商売をもうちっとすぼめてくれたら私でもなんとかやりますきに。そうはいかん。最近は商売の仕方も昔と違うて、まあ、ややこしい書類やら手続きが増えちょる。満州からの需要も大きいきに、忙しさは昔の倍じゃ。満州の仕事なんかせんてもええですろ。何もそこまで商売の間口を広げでもええがと違いますか。何ちゅうたいが、男の仕事に口出すなとあること言うちょるに、お前はまだ分からないよ。こんにちは。お前はあの、心の芯にどうしても兄の仕事を受け入れれんがじゃ。亭主の仕事を切ろうて手伝いもできんようなおらんが何にかすか。どうちょれ。マサ、はい、です。そんなら私だけがなんで袋張りやらせんなりません。綾子にまで手伝わせてなんでせんなりませんの。なんじゃ袋張りって、わしへの当てつけか。私と違うて、おてるはさぞかしおまさんの仕事に理解があって役に立つがですろうね。ようもまああんな焼いて崩れの女子。二度と言うな。女子が下がるぞ。二度と言うな。綾子、綾子、
早子。呆れた子じゃ。これが女子の殺することか。今日は親に刀を振り回すような子に育てたがはお前じゃ。もう綾子はお前に預けん気に覚悟しとけや。元、はい、荷物持て。両親は私という子を常に引っ張り合っていた。私は何かにつけて厳しくしつけようとする父親よりも母親にべったりと寄り添い、その出来合いに浸っていたかった。今度はわしも腹を決めた。源太郎、キワを富田の家から出す気にお前の口からそう言うてこい。え？ほんなら親父離婚？お前の母親だけ話がしようやろうが。お帰りなさい。キワにあにゃ一人になっても暮らしていけるバーのことはする気に、そう言うて離縁の話進めてこい。息子の俺がかよ。富田さん、電報ですけど。あ、はい。はい、どうもご苦労さん。早くこのまま木原のところに置いちょいたら、どういう娘になるか末恐ろしいぜよ。電報です。本身の刀でわしに切りかかるかじゃぎな。まあどだい言うてのことはありやせんが。新京の大英路からじゃ、四季女を3人言うてきちゅう。あ、駒さん、裏庭掃除して。あんな、てこにゃ娘に育ってしもうたがも、キワのせいじゃ。血のつながりがないぎに、甘やかし放題に甘やかして、しつけを何にもせんと、八金の鬼のような子にしてしもうたがじゃ。あと偉いことをしたぜよ。三人か、三人。まあ今からでも遅うはない気に、こっちに引き取ってきつうに行儀作法を仕込んじゃる。あ、高知の五番。キワから引き離しての、このわしが綾子をどこへ出しても恥ずかしくない娘にしちゃる。徹底的にしつけてる気の。あ、もしもし、あ、富田です。お医者さんを呼んだけんど、時々引きつけが起きる気に、まだ油断はできんわね。この子の気管気は父親譲りで、私が甘やかしたせいじゃない。しつけがなっちょが言うけんど、綾子は挨拶もようできるし、学校の成績はいつも一番で通し中。けんど親父の怒り方言うたら普通じゃないき。おか、今度はこのままじゃったらすまんかもしれんだよ。それはどういうこと？私を離縁するとでも言うがかね。いや、ひょっとしたらその、あのおてるを席に入れて本妻に直すつもりながじゃったら、私は絶対に承服できんきね。そんなことは、まさか親父もそこまではね。まあ色は白い方じゃけんど、顔を見ただけじゃわからんし、あとは体に傷があるかないか。その頃お風呂場へ連れて行きや。はい、そんならあてと湯に入ろうかね。さあ行こうか。今度の奥さん、ようやるじゃいかね。立派に岩さんの片腕になりおりますの。いや、まあわしらの商売も女子の手を借りんとできんこともあるしの。
まあこの秋には3階建ての大エロぶっ立てる中計画で今建築家と相談しようとこじゃ。まあそうなったら30人は女用意せんといかんきり。伊藤さん頼みますぜよ。ああこれはどう。いやしかし30人ちゅうのは豪華じゃ。旦那さん、うん、お支度ができましたけに。あできたか。笠松さん、そろそろ行きますか。ああ、さあ、どうぞ。どうぞ。まあロシアの女子の絵が日本の女子はもっとええ、特に高知の女子は一番ええちゅう評判取らんといかんけど。いや満州行きは願い行きに仕事のやりがいがある。うん、わしらの仕事も満州でもっちりなもんじゃ。で、お待ちどうさんでした。おお、これ合成じゃ。何はともあれ。さあどうぞ。あ、どうもどうも。そうじゃのうても陰口叩かれる商売じゃに、仲いいやらやり手をしよった女子を連れ込んだら何を言われるか、それくらい分かっちゅうろうにね。もともとはおてるが亭主に死に別れてにゃ、生活に困ってしもうて本田親父のところへ娘を売る相談に来たが始まりじゃって聞いちょれよ。一番上の娘新居の遊郭にあっておてるお腹に世話したがじゃろ。そうしううちに自分で引き取ってしもうたがよ。我が子を売るおなごとそれを仲介する男がひっついたちゅうわけや。おお、いやよう恥ずかしいないこと。けんどのおてるはお母みたいに親父の仕事に難癖つけるようなことはせんし役にも立ちゆうぜよ。親父はそこは楽なのや。健太郎、あんたはどっちの味方やの一体。味方も敵もないろがや。あやこと違うて俺とお母は血のつながった親子だよ。この子はね、私がちょうど女の子を流産した時に生まれたがやき、その子の生まれ変わりみたいなもんじゃ。人は他人の子をなんでそんなに可愛がらんといかん言うけんど、私にとっちゃ腹を痛めた我が子も同じながやき。私がこの商売をやりゆうがは親のため家のために見落とした女らにちっとでもええ条件が当たるように手助けしたい気にじゃ。まあ笠松さんの前じゃけんども、世の中にはそりゃあこぎな老子がおるわけじゃ。そういう老子からも女らを守ってやりゃいが、まあ、言うたら女らの親孝行の手助けをしよるがじゃ。そう思うてわしはこの商売に打ち込んじゅうがぜよ。その通りじゃ。さあさあ上がってすかさい。ああこれ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 上がってすかさい。ああこれもそうじゃ。芸者に売ろうか言うで。芸者に。お母さん、お母さん、お母さん、どうしたかぞね。兄さんがうちを芸者に売るがやと。
そんなこと本気にしなさんのよ。どうせさやこが。ねえ、あやこ、今晩は2階でご飯食べようか。あんたの好きな死ぬの鍋でもしてね。ねえ。芸者に売ると言われたのが例えようもなく恐ろしかったのは、多分芸妓将棋紹介業という職業を持つ家に育ったこの極めて本能的な警戒心だったかもしれない。子供心にも近くの遊郭や料理屋の裏を通るときは緊張していた。連れてこられちゃったがやね。うち覚えちゃうがかえ忘れちゃらんがやね。こんにちは、お父さん。修学旅行に着ていく洋服のお金もらいに来ました。またね、なち。てる、てるおるか。ご苦労さ。どうも。あともう一回。テル、あやこじゃ。こんにちは。いや、ようこそ。ゆずる、連れ子、ちょっと来。あやこ、ゆずるじゃ。連れ子、いっぺん会うたことがあるのか。前に五代さんの家で、うんうん、おばさんの子供、うん、まあ仲ようにしやり。このゆずるは綾子と同い年ぞ。そう。ほんなら行ってき。よ。うんうん。おてる、綾子を張前橋まで連れて行ってやれ。はい。ほな行こうか。お父さん、洋服屋さんへはお母さんと一緒に行きます。お金をください。なあ、それはいかん。これと一緒にいてこい。これと相談して決めてこい。ほな、はやちゃん行こう。さあさあ、はい、立ち。昔はね、貧乏でも幸せじゃった。お父さんはお高さんの夏祭りで10人抜きの相撲をどんどん勝ち抜いていくほど相撲が強って、材木商をしよったうちが没落して。小学校もろくに一応乱言うにお経の字を写経して漢字も全部覚えるほど頭が良かった。あや子が成績がええがはお父さんに日中期や。
所帯を持って博打打ちみたいなことをしよってもお母さんちっとも不幸せだと思ったことはなかった。けんど監察が降りて紹介人の仕事をするようになってからはなんやギクシャクしてかわいそうじゃ言うて人会から子供を買うてきてはうちに連れてくるし、うちの戸籍はわけのわからん養子養女でいっぱいじゃん。お父さんの商売がだんだんお母さんの性に合わんようになってね。おなごが男の仕事に口出すな言うって言われちゅうけんどついつい。お母さん、うちお父さんに手紙書こか。こっちに戻ってくれるように手紙書こか。無理よね、戻れやせ。この間のことも悪かった言うて謝って手紙書いたら。もういかんわね、ここまで来たらどうしようもないわね。はい、秋になって私たちは関西への4泊5日の修学旅行に出かけた。京都、大阪、最後に神戸に来て一泊の予定だったが、旅疲れした私は旅館に残っていた。お母さんがね、あんたのことかわいそうや言うがやっけ。どうしてうちがかわいそうなが。ほんまのお母さんに会いたいより言ってね、それでポンポおばちゃんに連絡取ったがやっけ。何の話。ポンポおばちゃんは三味線がうまいがで、若い時娘に代表しよったきね。娘義太夫ってそれ何。あんたが歌が上手ながも親譲りや言うてお母さんが言いよった。あ、ポンポおばちゃん。まったかね。うん、うん、みんなは何時に帰ってくるな。7時言いよった。ほんならまだ時間があるね。この荷物はあんたの。はい。そんならちょっと出ようかね。おばちゃんが一緒に行こうと。行こうね。なんか甘いものでも飲みに行こうね。あやこさんはどうやの。お母さんのこと好き。はい、お父さんよりずっと好き。世界一好き。そう、そんなに好きやの。お母さんはね、体が弱いき、うちが大事にしてあげんといかんがよ。体が悪いの、お母さん。うちを35の時に産んでね、あんまり年取ってるんだき、それで病気になったがよ。そう、35の時にね、あんたを産みなさったのね。これ美味しいね。ここはお母さんにも飲むように言いちゃらんといかんわ。堪忍ね。あやこさんがあんまり幸せそうやからなんや泣けてしもうてね。ええわね、綺麗なお洋服着せてもろて、ほんまによう似合うてるわ。
からね、ポンポおばちゃん。元気でね、あやこさん。幸せにね。はい。さよなら。さよなら。なぜか本能的に神戸でのことは母には言わない方がいいと思った。友達の親戚の黒バーリの夫人と会ったことなど絶対言ってはならないという気がしていた。これお母さんに、京都の河原町で買ったが。まあ、ええー、こと。お母さんにぴったりやろ。うん、ありがとうね。ねえ、あや子、下でお父さんらが町ゆうきにいてきて。あんたに話があるそうやき。うちに？うん、あんたが旅行に行ちょる間に話が決まってしもってね。何の話？お父さん、話って何？入って、そこに座れ。今度、お父さんとお母さんは呼んどころない事情で夫婦別れをすることになったがじゃ。それで、お前は朝倉の家に来て暮らしなさい。 2,3 日うちに服を引き払おうて朝倉町のうちに来るように。ええかね？分かったかね？ほんならお母さんはどうしますか？お母さんはしばらく鉄砲町におって、その後はまたおじさんらと相談の上で新しいうちを探すことになっちゅう。私はお母さんと一緒に行きます。朝倉町なんぞはいかん。鉄砲町のおじさんくへね、おじさん。あいこ、お前はもうお母さんの世話にならん方がええかじゃ。お父さんと来なさい。嫌です。お母さんを一人にはできんきに。あいこ、みんなでよう話しようて決めたことじゃき、あんまり勝手なこと言うたら罰当たるでよ。うちはお母さんに親孝行したいがよ。親孝行してなんでうちに罰が当たるが。親子、おじさんとこ行く言うてもの、おじさんとこにはおじさんとこの事情がある。お前まで引き受けられん事情ちゅうのがあるがじゃ。おじさんはね、お父さんの命令やき逆らえんだけや。ここにおる人はみんなお父さんの言うことは何でも聞く人ばっかり。けんどうちは嫌。お父さんの言うことなんか聞かんきね。なんじゃと？絶対朝倉町なんぞはいかんきね。あや、ええ加減にせんかよ。口答えばっかりして何様のつもりじゃ。ちったは素直にならんか。兄さんはうちを芸者に売る言うたろがね。そんな兄さんの言うことなんか誰が聞けるか。来い、今からお前の根性を叩き直しちゃき。来い。あやこ、あやこ、キワ、いかん、行ったらいかん。あやこ、許してくれ。こんな事態になってお前にはすまんと思うちゅう。
しかしあのこんなことは生涯言うまいと思うちょったかな。おやお母さんのほんまの子やない。お母さんについていたらいかん。血もつながっちゃらん母親にお前を育てさせたこのお父さんが悪かったかじゃ。どうかこらえてくれ。お父さん、何言いようが。うちはお母さんがほんまのお母さんやないことぐらい遠から知っちゅうよ。それが何、それがどうして言うが。お前のほんまのお母さんはの、元は娘義太夫でちっとは鳴らした友吉いう女じゃ。そんなこと全部知っちゅう。それが何言うが。うちとどんな関係ある言うが。血は争えん。お前が歌がうまいがも友吉に似てきちゃう。お前がどう言おうと、お前は友吉の娘で際の子やない。お前は顔形声も友吉にそっくりじゃ。やめて、やめて。えこ、よきや。わしはの、わしは友吉とお前のほんまのお母さんと一緒になりたかったけど、そうはいかなかったかじゃ。お前を手元に置きたいと思うがは当然じゃろうが。ほんまの親の気持ちがわからんじゃかよ。いや、聞きとうない。やめて、やめて。前の年の12月の半ば、母は父から渡された慰労金で生きていくための手段として中野橋の小さなうどん屋を居抜きで買い取った。サンバさんのキツネ急いでよ。よし。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。一番さん、トロロ一丁、キツネ一丁。はいよ。ただいま。ああ、やっこ、おかえり。お腹すいたろう。うん、すぐ支度する気ね。ああ、おかえりなさい。ご飯頼むき。はい。井村先生、なんと言いよったんかね。お父さんが学校に来たんじゃと。お父さんが？そう。うちが富田のせいで、お母さんが小笠原のせいで、保護者言うのは具合が悪い言うて、そんな受験票を出すような恥さらしな真似はできんって先生に言うたがやと。先生も受験するには朝倉町に帰った方がええんやないかって。そうやの。お父さんが先生と話しおたがやんね。ねえお母さん、うん、お父さんは学校に脅しをかけてうちを自分のところに連れ戻そうとしてるのと違う。まさか、そんなことは。高知の町で富田言ったらやれんことはない言うて、はい、威張っちゅうがやき。きっとそうや。学校に脅しかけたがや。お母さんもいっぺん先生に会って、はい、挨拶してこうかね。おかみさん、キツネ十丁、前の役所から電話へ。お急ぎやって。まあまあ、ほんならあやこ、おつゆはうどんのだしにとろろ昆布とネギの切ったのを入れて作っておくし、取りに来て。あ、じゃこもここにあらきんね。母はめきめきと健康を取り戻して意欲的に働くようになっていた。そんなにあやこは
成績が下がっちゅうがですか。去年の夏頃からですね。宿題のプリントはほとんど白紙のままやし、算数は特に力不足です。これまでの申し渡しで2学期も全校に近い成績表にはしましたけんど、決してご本人が思ってるほどには成績はよくありませんよ。一番なんてことありませんきね。そうですか。このままやったら県立第一工場の水準に届かんようになりますね。3学期になって受験のための補習も始まっちょりますし、もともと実力のあるお子さんやき、静かな落ち着いた環境でじっくり勉強したらこの遅れは取り戻せるとは思いますけんど、差し出口を言うようですけんど、第一工場は家庭環境厳しいに言う学校やき、そのこともお考えになった方がね。私が保護者じゃやっぱり。彩子さんの住所をお父さんの方に移して、それで願書を出したらどうでしょう。そしたら彩子は朝倉の方に返さんと県立には受からん言うがでございますか。それはね、形だけということにするのか、そこのところはそちらでお考えになることやき、とにかく彩子さん自身の将来の幸せを第一に考えてあげるのが一番ええのと違いますかしら。そんなに餃子持って帰ってもええちや。ほんの2、3日行ってまたこっちへ戻ってくる気に。うちの荷物は多かった置いちょって。けんど不自由するようなことがあったらいかんきね。一日おって回って戻って行ったり来たりするね。お母さん、そんな落ち着かんことしたら勉強ができんようになってしまうがね。彩子、向こうに行ったらおてるの子供もおるし、いろいろあるかもしれんけんど、あんたには心強いお父さんがついちゅう。心配することはないきね。心配なんかしてない。私だけおります気に。お母さん。ほならね、元気でおりなさいや。すぐ戻る気にね、お母さん。じゃあお願いします。
わ。おお、よう来たな、綾子。よう来た。ゆずると常子とも兄弟のようにせんならん。